かまやくんのあつまるです。よし、どうもいとです。ユーロ2020のいろんなスタッツ見ていこう。大会の、ビッグコンペティションの終了、すなわち、たくさんおもろいスタッツの集まりですよ。はい。まあ、いろんな項目ごとに、このユーロ2020の、まあ、スタッツの、トップ10を見ていこうかななんて思っております。過去にもですね、プレミアのね、スタッツやって、意外とこんな選手がランクインとか、あ、おもろい、意外とこういうような結果になるのねっていう発見あるじゃないですか。そうだね。改めて見るの。今回はですね、まあ、ざっくり10個以上のスタッツをトップ10、いろいろ見ていこうかなって思っております。早速、よっしゃ、レッツゴー。はい、ということでですね、今回なんですけれども、スタッツは、前回と同様、ソファスコア3のね、スタッツを参考にしております。またはですね、今回、UEFA の公式サイトにも、スタッツ載ってまして、UEFA の公式もね、いくつか参考に作っておりますと。早速行きましょう。まずはですね、もうこれも言わなくていいと思うんですけども、ジャブテントにゴール数、こちらです、ババーンと。こちらですね、まあ、3ゴールを、足切りにしまして、4ゴール以上のところで、こちらの6名ですね、まあ、得点王に、クリスティアーノ・ロナウド、そしてパトリック・シック、はいはい、あとにボルスベリ、ベンゼマ、ケイン、ルカクと、いうわけでございますと。ロナウドはアシストの関係で、正式な得点王が、そうだね、ロナウドみたいな感じで、シックを上回ってるような形で、まあ、なんだかんだロナウドトップに立ってる、ロナウドさすがだよね。すごいよね、試合数少ないのにね。ベスト4以上からはイングランドだけだね。ケインがね、行きまして、ケインもなんか全然点取れないチーム、スタリングと思いきや、気づいたら抜きましたね。そうだ、トーナメントからね、爆発し始めて。続きましてですね、90分あたりのゴール数でいったらどうやねんっていうところで、こちらです、ババーンと。今回ですね、まあ、10位のルカクと、カライジッチ、カライジッチがですね、0.81 と一緒なので、今回11位まで、表示させていただきました。1位クリスティアーノ・ロナウド、そして2位にドルベアなんですよね。ああ、そうなんだ。90% あたりだと2位まで上がってくると。そうや、多分最初の方とかあんま出てなかったもんね。そうそうそう、ポールセンが基本的にスタメンだったんですけれども、途中からドルベアが起用されると、一気に1超える活躍。はい、まあ、シックは当たり前ですし、あとはなんかベンゼマが1超えているんだねっていう、ね。すごいね。やっぱベンゼマさっきもね、入ってたけど。そうそうそう。やっぱすごいね。そう、なんかやっぱり久々の招集で、やっぱなんかこうラグあるかなと思ったら、ラグなかったね。あとはペッシーナなんかも 0.93 ですよ。このスパサブ感。スパサブ感やな。すごいね。ほんと役割を全うしたよね。スパサブとしては。っていうのはこちらがですね、まぁ、あ、90%のゴール数でございますと。はい。続きましてですね、シュート本数、見ていこうかなと思っております。ここからはですね、上位3人、トップ3をですね、まぁ、あ、ランキング形式で発表していきます。はい。第3位、チロ・インモビレ !18 本。おー。はい、第2位、イン・シニエ19本。はい。第1位、ダニオルモ21本。はい。というところでですね、トップ3こちらでございます。まさかダニオルモが1位。オルモ1位なんや。はい。まあトップ10見ていただきましょう。こちらです。バーン。はい。というところで、トップ10と5つもですね、10位以下は団子だったので、9位まで切り取らせていただきました。これびっくりするのがですね、ダニオルモ一番シュート打ってるんですけれども、一番点決めてないんですよ。そうだね、21本打ってゴール0なので。そうなんですよ。3トップが綺麗に並んでますよ。2、3、4位と、イタリアは。インシーニ、インモビレ、キエザ。イングランドいませんね。いないんです、ね。いないんだね。まあ、ロナウドとかもね、早々と消えた割合でやっぱしっかりここにいるんだよね。そうだね、やっぱ。15本で5点決めてる。まあ、PK とかもね。そうそうそう。あるけども。いや、まあ、さすがだな、といったところで。多分、一勝さえしたら、ロナウド1位になってくるじゃないかと。そうだね。そう大舞台になればなるほど、あいつシュートバカバカ多分。決めてきそう。そう、決めてくると思うんで、まあ、こちらが、まあ、シュート総数のランクインでございますと。続きましてですね、ドリブル成功数。はい。いきましょう。トップ3でございます。はい。第3位、メイ12回。第2位、フレンキー・デヨング。16回。そして第1位圧巻の20回ラヒーム・スターリング。ラヒームがドリブル成功数第1位でございます。まあでしょうね。まあバリバリしてたもんね。そうね。トップ10見ていただきましょう。こちらでございます。はい。まあ、クロアチアね、今敗退しましたけれども、コバチあたりのこのドリブル職人、なんですごいよね。やっぱすごいいるよね、ドリブルの。いつもいる。本当に常連さんです。プレミアでもね、いるしね、いつもね。いるし。うん。で、まあその下にですね、まあアザール、デブライン。いや、結構ね。デブもこんなやっぱ成功してんだね。アザールはまあ、わかるやんね。ただアザールも復活しましたから。復活してね。うん。で、デブラインもすごいね。そうそうそう。ドリブルでも活躍してると。はい。あとはですね、まあ、ムバッペとかも。ああ、ムバッペ意外と、まあ、でも少ないっつっても、まあ、ベスト16ぐらい入りたいだから。そう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 。わかんないな。今後ね、勝ち上がれば、おのずと増えただろうし、っていうのありますけれども、まあ、ここら辺ドリブル職人、まあ、ホイビアとかもね、
しっかりランクインしてるんですね。本当だ、本当だ、イメージないな。そうなんですよ、まあ、彼もしっかり潰して運べる、本当にユーティリティ性が高いというか、中盤の必需品だよね。すごいよね、マジ次こそはランクイン上位来てほしいね。そうだね、みんな気づいてほしいね、はい、こんな感じでございますと、はい、続きましてですね、ビッグチャンスクレイドス、はい、タラッとこちらです、ババンというところで、はい、まあ変わらず1番、ゲレス・ベイ、すごいですよね、こちら、はい、うん、もう走り抜けましたね、ベイは、ね、走り抜けたね、そうそうそう、トップで、でその後4位集団ですね、うん、デブライネ、ルークショー、ダニオルモ、ジョディエルガみたいな感じで続いていくと、うん、続きましてですね、90分あたりのビッグチャンスクリエイティブを見ていきましょう。トップ3、第3位、90分あたり 1.32 ケビン・デブライネ。デブライネなんだ。デブライネですね、まあ1位超えるまあ彼にとっては呼吸ですね、呼吸ですね、ビッグチャンスは呼吸、うん、どんな選手なの、第2位、はい、ガクンと上がります 2.31 ほうほうほう、ビドラ、チェコから、チェコからビドラでございます。まさかのね、まあデブライネと1離して2位を乗せますよ。 2.31 えぐいっすよ、すごいね。第1位、はい、2.4 回ダニエル・マレン。総数で言えばそんなないんだけども、出た時のインパクトはだいぶこうあるんじゃないかな。タンチョとかの代わりにドルとかマレン取るみたいな、そんな噂も流れていますが、はい、まあ、マレンが1位だというところで、トップ10こちらですね、ババンと。久々にイングランドと国旗を見た気がしますが、ジャック・グリーリッシュが 1.0 だった。そうね、じゃあジャック・グリーリッシュね、やっぱりなんかもっと出せよ、見てよと、ありましたね、散々言われてたと思うし、俺らも見たかったんですけれども、やっぱこう見てたらやっぱデア活躍するんだよな。そうだね、やっぱイングランド決勝戦でもね、そうそう、ほんと最後の方延長入ってから、そうそうそう、出したりみたいな感じで、はい、続きましてですね、ビッグチャンスミス、おビッグチャンスミスった回数でございます、うん、こちらもね、第3位トップ3、はい、発表させていただきます。まあ一応2位が5回で同率でございます。おハリケイン、そしてジェラール・モレノこちら5回でございます、ね、まあ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 、そして第1位、はい、6回アルバロ・モラタ。モラモレはやっぱ決め、うん、切れてないんですかね、はい、うん、こんな感じでちょっとトップ10見ていただきましょう。こちらはバーンと、はい、今回ですね、左にゴール数も載っております、うん、なのでまあこう、まあ、比較をね、はいはい、していただけたらなと思うんですけれども、バリーゲームはね、まあ5回ミスってるとはいえ4点決めてますし、まあまあ OK ですね。そうで、なんだかんだモラタも3点決めるとした、うん、まあもういいんじゃないですかと、いいんじゃないですか、モレの3と、あれそっか、無得点で取ってないのか。そうなんですよ、まあムバッペもね、うん、4回で、あ、本当だ、無得点と終わってるところで、意外と課題評価説もあるかも、いやないわ、いないあとラヒム・サリンが3-3と意外と競ってますね。意外とやっぱね、シュートまで行ったら決めてるイメージあるな。行ったら決めてんのか、うん、すいません、キーパス数見ていきましょう。トップ3、はい、こちらも発表していきます。はい、まあ、2位が同率なので、第2位13回ケビン・デブライネ、そしてインシーニェ、第13回でございます。そしてですね、第1位、はい、14回ブラッフィー、怪我スタートだったじゃないですか。そうだね、そう、確か2試合目出てたかな、2試合目途中とかだったかな、うん、で、まあ、大体本格始動し始めたら3試合目とか、そうそうかなと思うんですけれども、うん、ベラッティが14回で1位でございますと、うん、まあ、こちらがですね、他の操作ランクインでございますね、はい、10位以下結構人いるんで、まあ、6位までさせていただきましたと、うん、まあ、ホイビアもこういったところ入ってくるんですよね。偉いですね、うん、他にもですね、まあ、アルバ、そうね、アルバサイドバックなのにね、そうですよ、こんなところにいますからね。あとペドリ、いやペドリも多いんですね、18歳でここ並んでますからみたいな感じでですね、はい、続きましてですね、ポータルパス数、はい、こちら見ていきましょう。第3位458本、ジョルディ・アルバ。第2位484本、はい、ジョルジーニョ。おー、すごいですね、こちらも、うん、そして第1位、はい、飛び抜けてます、644本、ラポルト。すごいねということで、まあ上位10人ランキングこちらでございます。はい、バンと、はい、まあ、4位にストーンズのこと考えれば、うん、ちょシティ勢、おお、めちゃくちゃパス通しますよ。あとはマトビエンコとか、本当だね、ウクライナから、ウクライナからランクインしてるところで、上位は基本的にいつか、まあマトビエンコ以外は全部ベスト4まで進出してる中のウクライナから、うん、まあ、この順位ランクインしたところで、こちらもなんか元面白いね、うんうんうん、続きましてですね、うん、パス成功率第3位、うん、96.06%、うん、ビッツェル。おー、すごい、ビッツェル、なるほど、はい、ビッツェルですか。第2位、はい、
96.92%。 トリッソ。おお、トリッソかい。はい、じゃあ第一、うん、驚愕の 100% いるのか、アンドレ・シルバ。っていうかね、こちらちょっと意外というかはってなるかもしれません、はいはいはい、今回はソファスコーのですね、うん、ミニマムアペアランス、うん、いわゆる最低限出場できた選手、はい、のみで絞っております、うん、したところでですね、こちら見ていただきましょう。バーンと取ってなんですけれども、はい、はい、アンドレ・シルバー9本です、まさにこれなんか、崩壊かぶったみたいよね。崩壊かぶったみたいね、1人だけそう、明らかに少ない、まあ、明らかに少ないですよ。これは脱法成功率ですね。脱法しましたね、これはね。はい、他にもですね、まあもうエリック・ガルシアなんかもね、ああ、ほうだ、すごい、はい、上位に上がってますよ、うん、まあでも、バックスがいいかね、バランス、トーンズ、キンメペ、そんな感じで、またギュンドアンとかも、あ、ほんとやっぱシティのメンツ多いっすね。という感じでですね、続きましてディフェンス方面ですね、はい、タックルス、はい、トップ3、うん、第3位16回ジンチェンコ、おー、すごい、はい、第2位、はい、18回、はい、ベラティ、おー、すごい、第1位、はい、19回ディロレンツ、おー、はい、ディロレンツは、はい、おー、こんな感じでトップ、7ですね、まあ、デクラライスとか入っておりますね、イングランドからだと。そうですね、うん、なるほど。あとはまあソーファルとかプレミア勢だとここまでだったり、うん、続きましてですね、はい、インターセプション数でいきますと、はい、第3位結構12回なんですけれども、うん、3人いるんで、はい、もうパンパンパンといきます、はい、はい、ボルチ、マトビエンコ、デクラン・ライス、うん、なるほど、はい、続きまして第2位、はい、14回王様エンドロカンテ、あーい、そして圧倒的1位25回ジョルジーニョ、すごいな、もうワンツーチェルシーフィニッシュだ、本当だ、ジョルジカンテ、そりゃ CL 取りますわね、勝てえわけだ、通りで勝てえわけだところで、トップ10見ていただきましょう、こちらです、はい、まあ、なんか前で動画で扱った時確か21回とかだった気がするんだよね、ジョルジーニョ増えました、4回も増えた、もしかしてそれイングランド攻めれんねえわけだ続きましてですね、クリアンス、クリア回数でございます、うん、第3位ロドン、25回、ああそう、ウェールズからですよ、まあそうですね、まあ基本的に多分そうそうそう押し込まれてるチームの方がね、そうだね、クリア数は大きくなりますからね、はいはい、うん、第2位、はい、29回エルベリー、おお、はい、スイスでございますね、はい、第1位32回ダニエルソン、という感じですね、まあ、トップ11こちらでございます、ババンと、こちらも足切れの関係で、はい、トップ11を紹介しております、はい、なんかさ、うん、なんか第3位とロドン、2位エルベディという感じで、うん、あとはシモンケアとかが上がってきたりとか、はいはい、シモンケアはこうね、隣にタックルスインターセプション数があるんですけど、はいはいはい、バランスいいですね、いやさすがベスト4まで導いたのはケアのおかげかもしれない、うん、あとはレンデロフとか、あー、リンデロフと思いますか、そう言います、へえ、こんな感じでこちらがですね、まあ、クリア数でございましたと、はい、続きましてですね、ゴールキーパーのセーブ数、はい、見ていただきましょう、第3位ドイツ2人ですね、はい、ウォード&シュマイケル、というところでこちら17回で、はい、第2位、はい、18回タックル、第1位21回ヤンゾマ、なんか1位だけ尻尾ランクになりましたが、トップ10こちらですだーっといった感じで、うん、注目してほしいね、やっぱチャクル、うん、そしてフラデツキ、うん、ここら辺かな、グループリーグで敗退してるけれども、うん、こんだけセーブしたってところで、うん、まあよくやってるんでしょうね、頑張ったんだろうなと、うん、あとはまあシュマイケルはイングランド戦で9セーブっていうのがあるんで、もう相当相当すごいね、持ったね、持ったりましたってところで、こちらがまあゴールキーパーのセーブ数でございましたと、はい、続きましてですね、こっちはウェファではいやっております、はい、トップスピードの速さランキング、ああそんなのあるんだ、 あります、こちらね、ちょっとソファースコアでは見れないんですけども、早くちょうだいちょうだい、ウェファでは見れるんですよ、だからこちらもね、上位3名を読ませていただきます、第3位、はい、マックス速度時速 33.7km、 ほうコナン、おー、やっぱりスピードスターコマが快速っぷりを、第3位ですか、第3位でございます、はいはいはい、同率1位2名います、なるほど、1人目 33.8km ネゴ、そしてもう1人、はい、スピアツオーラ、はい、スピアツオーラとネゴがそんな速かったっけ、スピアツオーラそんな速かったんです、トップスピードは、そんな感じでですね、こちらもトップ10見ていただきましょう、こちらです、バーンと、ラッシュフォード、イングランドとラッシュフォードがね、やっぱ速いね、ラッシュフォードはね、やっぱすごいですね、そうそうですよ、プッキーとかいるんだ、なんかプッキーね、あんま足速そうなイメージないけど結構出してますね、スピード、そうなんですよ、あとやっぱジョレンテ、はいはい、
ここをもっと生かしたかった、見たかったというか、ああそう、純粋にアタッキングなジョレンって見たかったなっていう、そうだね、感じはしますけれども、うん、いややっぱ意外とさ、ディフェンダーって足速いんだよね。ディフェンダー速いんですよ。道理でね、そうスピードスターたちもそうそうそうなかなか抜けねえわけだわって感じはありますけど、ね、そう簡単じゃねえからな、そうね、てな感じ。続きましてですね、走行距離、はい、こちらもですね、UEFAだと見れるのでトップ3を見ていこうかなって思っております。はい、第3位、76.1キロ、すげえな、ペーデューリ。ペドリ3位だろ。走行距離なんて当たり前だけど、試合数だいぶ変わるんですよ。まあ、ただ、うん、こんだけ1試合したら1試合分は1試合分くらいはプラスだからか。第2位はですね、はい、83キロ、カルビン・フィリップス。おお、すごい、やっぱまあめちゃくちゃ走りまくってるもんね。めちゃくちゃ走りまくってるんですよ。てな感じで第1位、はい、86.6キロ、なるほど、ジョルジーニョ。今回ジョルジーニョすごいね。なんかスタッツ王じゃない。スタッツもそうですけど、実際プレーでもそうだけど、うん、本当に本当に今大会ジョルジーニョ素晴らしかったなと、はい、じゃあトップ10見ていただきましょう、はい、こちらでございます。バーンといったところでですね、やっぱりちょっとね、注目してほしいんですけど、フィリップスなんですけれど、うん、は1位と3キロ差なんですけれども、うん、延長の多分数の違いで、イタリアの方が一歩多く延長やってるんですよ。ああ、なるほどなるほど。なんでイングランドが一歩延長多くあったら、フィリップス1位だったかもしんねえなというふうに、タカが、はい、PK 外した時に、はい、真っ先に駆け寄ったのはカルビン・フィリップスだったと。でも走行距離が増えてる。ただこの駆け寄る力とか、本当にこの運動量は、まあ、こういったところでも駆け寄る力、いやでも相当ですよ。だってみんなうなだれてる中で、まあ、確かに真っ先に駆け寄りましたから、本当こういうところ素晴らしいと思います。運動量はあるのかもしれないな。ベスト4、イングランド、イタリア外の選手はやっぱすごいのかな、こうなってると。そうだね、メーレとかもそうだし、メーレも走ってるし、ラポルトとかも意外といるんですね。ラポルト走ってるね。走ってるね。てな感じですね、はい、最後にですね、はい、トップレーティング、今回特別にですね、アンダー23のトップレーティングを作りました。今回アンダー23、言うても1試合以上出場、うん、いわゆるまあもう最低限出場してる中でのアンダー23のトップスコア、ソファースコア調べの第3位、ペドリ。ペドリが第3位なんだね。まだいるのか、上が、いるんです。同率1位、2名います。なるほど。メイソン・マウント、ダムスゴー。おい、すごい、うん、てな感じでですね、トップ10見ていただきましょう。こちらです、バーンってところで、ダムスゴー、マウント、ペドリ、フェラン・トーレスが第4位に入ってます。おお、本当はすごい。はい、うん、で、カイ・ハバーズ、デリフト、トンナルーバー、本当ここら辺はなんていうんでしょう、若手たちのすごいね、猛者たちが SS クラスの若手たち集まってますね。うんうんうん、イサクとかも入ってますよ。多分スペーデン自体のね、サッカーの中で、はいはい、このスタッツ出すのは特に攻撃陣、はいはい、相手によっちゃ全く攻めれないってのもありますからね。そうそうそう、はい、他にもですね、あとロシアから、はい、イゴール・ディベイフ、なるほど、こちらチェスカ・モスクワのディフェンダーなんですけれど、はいはいはい、こういうところもランクインしてると、すごいですね、な感じで、ソファースコア曰く、うん、まあ一番活躍者だ若手こいつらやでと、まあ、ダムスゴあたりは今後の挙手気になりますね。うん、ほんとトップオブトップはね、駆け上る力がありそうですね。あのピックフォードをね、うん、打ち抜いたんだから、打ち抜いた、うん、てな感じで最後の最後に、全選手含めた、はい、トップレーティング、うん、第5位から、はい、さっくりいこうかなと思っております、はい、第5位、ハリー・マグワイア。第4位、はい、フォルスベイ。おーすごい。第3位、ポール・ポグバ。おー、ポグバが、はい、第2位、ケビン・デブライエ。そして第1位、クリスティアーノ・ロナウドございましたと。まあ、レーティングなんでね、まあこれは別にもう目に見えたスコア残してるやつとか、うん、上に上がってくると思うんですけれども、はい、こちらがですね、うん、まあ、ソファスコアが選ぶ、はい、トップレートを記録した、5名の選手といったところでですね、はい、指名させていただきます、はい、めちゃくちゃ喋った俺は大変だね。疲れた、口疲れましたが、てな感じでですね、はい、まあ、今回スタッツをまとめさせていただきましたと、はい、よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。各種 SNS ゲームチャンネル概要欄からお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。